メヌエットはフランス発祥の宮廷部曲の一つ。基本的に4分の3拍子で、通常は穏やかな性格を帯びた音楽である。定着した形式として複合3部形式が標準的となっており、中間部にもう一つのメヌエットを挟むか、別の性格の4分の3拍子の音楽を挟む。メヌエットはフランスの舞踊で、その起源は明らかでない。しばしば、 ポワトゥ地方のブランドから発祥したとされるが、疑わしい。その名前はフランス語のメニューに、指障子がついたもので、小股でステップを踏むためにそう呼ばれた。フランス語ではムニュエだが、イタリア語化してミヌエット、またはメヌエットと呼ばれた。17世紀後半から18世紀にかけて、宮廷の優雅な舞踊として流行し、特にルイ14世の時代のフランスで盛んだった。後に、 舞踊ではなく舞踊に使われる音楽作品のことをも指すようになった。実際に舞踏としてのメヌエットを知ることのできる作品としてモーツァルトドン・ジョバンに大一幕の終わり近くの舞踏会の場面が広く知られている。メヌエットが宮廷での実際的な舞踏を目的としないメヌエットとして扱われた最初の例はオペラに現れるメヌエットであった。 フランスのリュリは90を超えるメヌエットを劇場での作品群に組み込んだ。バロック時代において独立した器楽曲として作曲されることが多くなった他に組曲に含まれる一曲として数多く作曲された。バロック組曲は様々な種類の舞踏を組み合わせることで全体に多様性を生み出す効果を狙ったものが定着していたことからおのずと舞踏の一種として メヌエットがその定番として組曲に組み込まれた。例えば、バッハやヘンデルの組曲の中に、メヌエットの楽章を見出すことができる。18世紀後半には、主にソナタ形式の複数学章形式の楽曲の中間学章として、しばしばメヌエットの楽章が好まれるようになっていった。ハイドンによる帯正しい数のソナタ形式の作品の中からその例を見つけることが容易であるが、 後のモーツァルトやベートーベンのソナタ形式の作品においてもメヌエットの楽章を見つけることは同様に容易である。ただし、ベートーベンのソナタ形式の作品ではメヌエットから後にスケルツォが好まれるように変遷しており、それによってメヌエット楽章のないソナタ形式の作品が多くなっていった。ベートーベンのメヌエットではメヌエットとしてのテンポから 大幅に逸脱した非常に速い速度の指示も見られるが、それは、ベートーベンの個人的な思考による、組曲としてのそなたが変遷していっただけであり、メヌエットが変わっていったわけではない。故に、それらを標準的なメヌエットに加えべきではない。スケルソ的な例外的メヌエットとして、公共曲第1番、公共曲第8番のメヌエットがある。4分の3拍子が標準であるが、 ごく稀に8分の3拍子で寄付されたメヌエットも存在する。宮廷での部曲であるため、上品に振る舞える速くないテンポが通常であった。普天2部音符イコール60から70が標準的なテンポである。テンポが速くないことに同調して、優雅で穏やかな雰囲気を持つ音楽が標準的である。メヌエットリズムメヌエットを明確に特定させるようなリズム的な伴奏系のようなものは、 伝統的に存在しない。しかし、メヌエットリズムというのも存在するが、実際に多くのメヌエットにおいてそれが伝承されてこなかった。テンポが速くないことからも、数小節にわたって同じ火星が続いたり、一小節が同じ火星のままであるということは、ほとんどなく、一小節内では音の変化があることが多い。宮廷では、踊り終わった後に、 別の部曲をまた踊るというものであったため、その名残によって、メヌエットは別のメヌエットを挟み、その後に元のメヌエットを繰り返すという形式によって、異なる踊りへの連続を再現するようになった。バッハのバロック組曲にメヌエットが現れる場合には、メヌエット I の楽章の次に、メヌエット II の楽章が連続して配置されており、メヌエット I の演奏を終えた後に、前の楽章の メヌエット愛を再び演奏するよう指示されている。ルリのメヌエットではメヌエットの中間に挟まれた部分をトリオと称するようになり、彼は2本のオーボイと1本のファゴットでトリオを奏することで対比を形作ることが多かった。後の時代にはトリオ部分がメヌエット以外の部曲や音楽であることが多くなったもののメヌエット以外をトリオに持つ場合でも全体として メヌエットと呼ぶようになった。メヌエットそのものはもともと二部形式の部局であり、通常はそれぞれ八小節の二つの繰り返し学区で構成されていた。しかし、二番目の学区は拡張されるようになり、最終的に三部形式のメヌエットが定着した。三部形式のメヌエットに対して、さらに三部形式のトリオを中間に挟むことから、全体として複合三部形式となる。 すなわち、ABACDCABA C, C, の構成となり、実際には反復記号による繰り返しを含むため、AABACCDCDCABA C, D, C, D, C, と演奏される。この中で、最後に、再び演奏されるメヌエット I は、冒頭での演奏でなされた反復記号を無視することが伝統となっている。この場合、トリオの末尾に、メヌエットダーカーポセンツァレプリカと記され、 メヌエットアイの末尾にはファインと記されている。センツレプリカと書かれていない場合には、メヌエットアイで反復記号を無視しないで演奏されるべきと解釈される。しかし、センツレプリカが常識となっていた時代においては、センツレプリカと書かれていなくても反復記号の無視が当然という前提によって書かれなかったとみなし、反復記号の無視を行う演奏が実際には主流となっている。 古くは、トリオの蝶は、メヌエットアイと同一の蝶か、もしくは主音を同じくする長蝶と単蝶の関係で、対比を図られた。すなわち、メヌエットアイが、長蝶の場合、トリオは同蝶か同士単蝶、メヌエットアイが単蝶の場合、トリオは同蝶か同士長蝶であった。後の時代では、トリオで平行蝶による長蝶と単蝶の関係で、対比を図られた。すなわち、 メヌエットアイが蝶々の場合、トリオは6度蝶の単蝶、メヌエットアイが単蝶の場合、トリオは3度蝶の蝶々となる。さらに後には平行蝶以外の近身蝶によって蝶々と単蝶の関係で対比を図られることもあるようになった。いずれの場合でも、トリオはメヌエットアイと音楽的に異なる性格で対比を図られているのが一般的である。 メヌエットアイトトリオの冒頭部、すなわち A、または C 部分の末尾は属調に転じていることがほとんどであり、それ以外の場合でも主張の属和音によって反収死することが大半である。メヌエットアイトトリオの中間部、すなわち B、または D 部分はその前の部分の属調であったり、頻繁に調が変わるか同型反復であったり、 もしくはそれ以外の特殊な効果を狙ったりして、最終的に主張に復帰するよう設計されている。ありがとうございます。